い、こっちだ。どの首を落とす。よし、やつを連れてこい。ふん。あの女、見せしめにするんだってよ。怖い怖い、滞在人に関わるからだ。クプカ様がお呼びだ。お前の目の前で女を処刑するとさ。いい女だってのに。ガム。クリスタルのカセットはひでえことしやがる。待ってろ、すぐに外してやるから。ジロ、中庭だ。くそ。ジロを助ける。お前が捕まってる間にザンブレクヘどもは撤退。城内は風護の紙幣だらけだ。問題ない。俺はそこの通風口から裏に回る。お前も急げよ。おっと、落とし物だ。待ってろ、ジル。今行く。処刑などさせるか。ジル、無事でいてくれ。どうするつもりだ、クライブ。これじゃうかつに突っ込めねえぞ。ジュル、立てるか。まさか何の余興もないまま宴の第二幕を終えようってのか。貴様、さて第三幕はどういう出し物かな。せいぜい楽しませてくれ。大丈夫か。ええ、なんとかね。耐えてくれ。ここを切り抜ける。やるぞ、トルガル。まとめて残機に。トルガルにこんな力があったなんて。話は後だ。二人ともやるぞ。トルガルもいけるな。
ジュン、大丈夫か？なんとか。トルト、助かった。死に損ないどもめ、首を切られたい奴は前に出な。クライブ、厄介そうな奴もお出ましたぞ。一気に畳むぞ。ありがとう。片付いたか。これで終わるとは思えねえ。フーゴはロザリス城の中だ。クライブ、お前はこのまま奴を追え。クライブ、行って。ここは私たちで引き受ける。分かった、みんな気をつけろよ。遅かったじゃないか。不作法な接待を受けてな。それはそれは。しかし虚しいもんだな、クライブ・ロズフィールド。歴史に名高いあのロザリア公国が、国を滑る王もなく、兵もなく、民もなく、今や何もない空っぽの国だ。
もはや玉座さえも必要ない。貴様はなぜ俺を狙う？目的は一体何だ？無論シドの首だ。だが知らせによれば、奴はとっくの昔にくたばったそうじゃないか。ならばその代わりに、シドの名を継ぐお前の首をもらうしかなかろう。あの野郎はベネディクトの首を落とし、俺に送りつけてきた。彼女を慰み者にした罪を死をもって償ってもらうぞ。貴様は何か勘違いをしているようだ。シドは彼女を救おうとしていた。なぜそんな真似をする必要がある？ベネディクタを撃ったのは俺だ。恨むんなら俺を恨むんだな。お前が彼女を？彼女を殺したというのか？ああ、そうだ。こいつは何たる強行だ。殺し損ねた仇を、そいつを討ち取る機会がここに来て巡ってくるとは。そうか、お前だったか。お前がベネディクタを殺したのか。彼女は、ベネディクタは言った。俺を世界の王にすると。ベネディクタは俺の傍らに立ち、二人で理想郷を作るはずだったんだ。それなのにお前はその夢を台無しにしやがった。クライブ・ラズフィールド、宴はしまいだ。今からお前を我がこの手でめちゃくちゃにぶつからしてやる。黙れ。貴様に殺された人々はそれぞれに夢を抱いていた。夢を踏みにじられたのが自分だけだと思っているのか。貴様に同情の余地はない。フーゴックプカ、俺は許しはしない。死んでなくなれ。
Let's go.
ふざけ死ね。Come on!
やれやれ、頭を冷やしたらどうです？まだ。またの機会に、ミュートス。片付いたか？ええ。どうなってる？なんだってウォールードの奴らが。しかしお前にこんな力があったとはな。とにかく助かったぜ、トルガル。ほんと、いつか喋りそうだ。ガブ、早くクライブを。ああ、分かってる。こいつらは？クライブ、無事か？すまない、あと一歩のところでフーゴを取り逃がした。生きてりゃまた機会はあるさ。ウォールード兵はいつここに？お前が城に入ってすぐだ。奴の私兵どもが引き始めると同時にこいつらが攻め込んできた。それも少人数でな。フーゴは何者かに連れ去られた。じゃあまさかウォールード兵はそのために？ああ、ダメだ。今考えても何も分かりゃしねえ。奴らがどこに向かったのかもさっぱりだ。
これからどうする？一旦戻るとしよう。お前だってさすがに限界だろ。それにジルを休ませないと。フーゴの行方を探るのはそれからだ。賛成。それがいい。トルガルの力についても調べたいしな。ジル、疲れは？歩けるか？